花尾芳郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾芳郎です。一週間ご無沙汰しております。今日はですね、素敵なゲストをご紹介しましょう。小鉄さんです。こんにちは。こんにちは。小鉄です。どうも、久しぶりにね、そうですね、お会いするかもしれないですね。はい、なんかツアーで忙しくて、どうですか？ツアー、そうですね、いろんなとこ行ってますね。全国。全国ね。はい。もう仕事はもう一番あれですか、多いんじゃないですか、ハーモニカ奏者としては。どうでしょうね。ね、多いかもしれないですね。はい、すごいでしょう。普段はメインっていうのはどういう形ですか、ね。はい、メインはですね、はい、ブルーズ・ザ・ブッチャーという4人組、4人編成のバンド。4人編成、ブルーズ・ザ・ブッチャー。はいはい。それと、コテツ&ヤンシーっていう、僕とあとピアノのヤンシーっていうのはデュオ。うん、デュオ。これが割とメインになってて、はいはい、そしていろいろとこう、まあ、おそらく前もここに出られたと思いますけど、ムーニーさんとか。うん、あ、ムーニーさん、はいはいはい。あと、リーちゃんとかもね。はい、リーちゃんもやってます。リエリー金平さんね。はい、いろいろですね。ねえ、すごい、ご活躍のですね、小手ちゃん。まあ、レギュラーのね、はい、高島子さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。松下俊美さんでございます。こんにちは。よろしくお願いします。このスタジオのマイクがなんかすごく変わりましたね。これ、綺麗になったね。新しい。これ、動画も撮ってますんでね、このマイク吹きにくいわけですかね。これついてるじゃないですか。ああ。ねえ。ね、これはいい感じになりました。金尾君用に川崎。いや、だから僕がやかましいからね、おらぶから。いや、嬉しいですけども、で早速ね、はい、小鉄さんの、ブルーズ・ザ・ブッチャー、はい、このですね、新譜、そうなんです、これがね、できたて、今日初めてですか、これオンエアって。もう世界初ですね。マジで？はい。これ流していいの？いや、ディレクターにもメンバーにも聞いて、うん、明日、川崎 FM で流していいですかって言ったら、あ、どうぞどうぞっていう、ゆるい感じで。本当に、これはちょっと、素晴らしいことだと思いますけども。ね、これちょっと聞きたいですよね。はいはい、聞きたいね。あ、今日お客様北海道から。お見えになって、ご紹介しましょう。もうこのスタジオの中入ったらみんな友達ですから。北海道のライブにいつも、来られて、あと、ま、東京にも来てくれるんですけど、へ、昨日、ま、来てくれて、で、はいはい、このラジオね、はい、外から見えるかなって話してたんで、じゃあ中入っちゃいましょうってことで、中に入ってもらった。ちょっとちゃんとご紹介してください。森下さん、あ、どうも、よろしくお願いいたします。よろしく。ね、ようこそ北海道からいらっしゃいましたからですね。ということでね、はいはい、早速この出来たてほやほや、6月2日発売ということになっております。まだだから本当かけるのは本当今日初めてで、ね、このメンバーちょっとご紹介していただけますか。はい、まあ、永井仏隆というボーカルなんですけど、もともとはウエストロードブルースバンド、ウエストロードね、1975年にやってる、はい、この間ね、ウエストロードの、ドラムの松本照夫さんですか。はい、一緒にやりましたよ。あ、本当ですか。まこっちゃんとね、大西くんと大西誠さん、はいはいはい、もうね、もちろんご存知ですね、はい、すごいですよねこれ、はい、長い仏さん、そうで、仏さんと、ドラムの沼澤隆、はい、そしてベース中条隆、この二人はシアターブルックっていうバンドのリズムをやってるんですけどね、はいはいはい、それと僕で4人でやってます。で、今年で10年目になるんですよ。10年、はい。でこのバンド、ブルーザ・ブッチャー590213っていう長いバンド名なんですが、これはもともと、その永井さんと沼田さんと、あともう一人、浅野義之ってギタリストがいたんですね。で、3人で、ザ・ブルース・パワーっていうのをやってたんですが、そのブルース・パワーの、CD の発売日に、浅野さんが亡くなってしまったんです。で、それで、そのバンドには僕もたまにゲスト参加もしてて、CD にも入ってるんですが、で浅野さんが亡くなったので、この浅野さんが結構ブルーズにバーガーって突っ込んでいったこの意思をね、やっぱり受け継ごうということで、浅野さんのこれはもうあだ名がブッチャーさんっていうあだ名で、あ、そういうことなんです。そうなんだ、はい、でブルーザブッチャーっていうのはこれ本当メアドだったんですよ、浅野さんの。あ、そういうことなんだ。で590213っていうのは、その浅野さんの1959年2月13日誕生日、
っていう意味なんです。そういうね、はい、深い意味があるんですね、やっぱりね。そういう流れでこうライブを、まあ、ずっとやってます。全国回ったりして。はい、なるほどね。それが今度、まあ、10周年ということで今度、うん、ついこの間録音して、もう昨日マスタリングが上がってきた CD なんですね、うん、で6月の2日に発売なんですけど、うん、まあちょっとねかけちゃおうかっていうことで。早いね、はい、ねとりあえずね、これ楽しみですね。ロッキン&ロール、ローリン、はい、今回、うん、いつもこのブルーザブッチャーっていうのはもうブルースの曲ばっかりなんです。オリジナルとかなしで、うんうんうん、もう向こうのもう1950年代とかのブルースばっかりやってまして、うんうん、毎回テーマを決めてやってるんです、うんうん、で今回はテキサスブルースに焦点をということで、うん、でテキサスの、まあ、ブルースマンだったりっていう人の曲をね今回やってるんです、うんうんうん、でロッキー&ローリンっていうのはまあ、うん、その中にもルサン・ジャクソンっていう人がいまして、うんうん、はい、この人のロッキー&ローリンっていう曲を、まあ、タイトルに持ってきたんですが、なるほど、ロック・ミー・ベイビーっていうね曲、うん、ロック・ミー・ベイビー、はい、BB キングがやって有名な、うんうん、これはもともとこのロッキー&ローリンをそのまんまエレキにしたのが、うん、そうなんだ。そうなんです。ブルースってこう、うん、ね、伝承されていくので、はいはいはい、はい、だからまあ、ね、今回はねロッキー&ローリンということで、はい、なるほど。じゃあその中からですね、一曲僕が歌ってるやつで、うん、ランニングシューズって曲をいきたいと思います。ランニングシューズ、はい、
はい、ということでですね、世界初ですよ今日これね、あのこういう、これ素晴らしいですね。ありがとうございます。世界初ですね、世界初、ね、はい、ブルース・ザ・ブッチャー、はい、5902013、はい、ということでね、10周年ということで、そうなんです、こう楽しみなあのアルバムになっておりますが、はい、この、まあ、あのレコーディング方法とかね、いろんな形でね、はい、またちょっと工夫があっていいですよね。そうですね、こんな広がる、はい、うん、一発撮りでやってるので、やっぱその感じがすごく出てますし、そうですよね、あとそのエコー感っていうかリバーブ感、うんうんうん、これやっぱりホールエコーみたいな、ね、はい、感じ、結構昔っぽいけど新しい感じになってるかなと思います、うんうん、はい、なんかこうロックの感じがしますよね、はい、そうですね、うん、ロックとブルーズ一緒ですから ね、まあ、ね、やっぱり僕らも影響を受けてますし、うんうん、なるほどね、はい、あの高橋真琴さんあたりが、はい、あの、あ、小手ちゃん知ってたの？もうずいぶん前から知ってます、はい、え、そうなんだ、はい、もう何年？30年ぐらい、30年ぐらい、すごい、嘘、いや僕はテレビでやってでもそしたらそれぐらいになるよ、30年はないですけど、まあ20年ぐらい経ってますね、はい、もう本当、はい、初め見たのだからヤンシーと2人でやってる、そうですね、土曜でやってる時、ね、あ、その、うん、ヤンシーさんっていうのも、はい、あの真琴ちゃんもご存知だったの、はい、あ、そうなんだ、そうです、ね、へえ、まあいろいろね、みんなこうやってつながってる人もいるし、こうやってつながる人も ね、うん、ね、そうですね、いますよね、うん、今年は僕は菊田俊介さんの時の ね、はい、ね、ブルームードで、あれが初めて、まあ、うん、初めてっていうか前にね、横浜で僕会ったことあると思うんだよね、どこ飲み屋かなんかで一回会ってますね、はい、一回飲み屋で会って名刺をいただいた覚えがありますね、チラッと、うん、はい、そんな感じでね、松下さんは今日初めてっていうことですか？いや、いや、この間ね、ブルームードで、あ、そうそう、俊ちゃんの時ね、そうです、その時初めましたね、はい、だからリーちゃんとかともね、つながってるっていうのも、僕は同郷でね、あのリーちゃんとかもね、あれなんで、いろいろね、なんかつながっていきますけどですね、あの、なんか お知り合いですか？いや、知らないです、知らないですなんか今日生演奏っていうことで、あの真琴さんとじゃあ、やってみますか？やります、じゃあそれやります、これやっちゃうんですか？あ、違うんです、なんかあの、うん、先、まあ、あとで、分かりました、うん、じゃああれだ、オリジナル、そうですね、オリジナルっていうか、あれ、ファックス紹介しましょうか。あ、ファックス行きましょう、うん、ファックス、はいはい、ミキさんからいただいてます、はい、あ、博多のミキさん、博多のミキさん、カナオさん、誠さん、カナオさん、誠さん、としみさん、はい、山田ディレクターこんにちは、うん、そしてこてっちゃん初出演、はい、おめでとうございます、ありがとうございます、ついに実現しましたな、はい、個人的には本当に本当にこの日を待ってました、はい、日本一忙しいハーモニカプレイヤーがほら日本一忙しいのお昼にまで進出してまたまた忙しくなるね、はい、コテヤンのニューアルバムもタイトルそのままで本当に素晴らしいし、今度のブッチャーのアルバムも楽しみ、はい、今回今日は3人の先輩方を巻き込んでガンガンコテツワールドを展開してね、はい、楽しく聞きます、うん、ありがとうございます。さて先週の放送で清水さんのメッセージから、うん、カナオさんの初恋の話がありましたが、うん、オイラにも似たような思い出があります。もういいですよ、そういうことはどうやるのいやいや、お前があったら聞いたこと言えるからなんでせっかくね、はい、せっかくだから読みましょうよ、ね、初恋の話、ね、バレーボールの選手で、かつ体育祭の応援団長もした中学3年の頃、大好きな同級生がいたのですが、卒業式でも告白できずに諦めた後、うん、それから高校2年の時に仲間が集まって海の家の跡地で楽しんでいた時、うん、彼女がオイラのことが好きだったと発覚しました。俺も吸い取ったっちゃ、うん、今から付き合おうかって言ったら、もうおる。こそばいみたいなこと言うな、お前。こそばかろうな、お前。こそばいって。もうおるって言われました。あ、本当、うん、そう、それから随分経って、なんとその子の息子さんのバレーボールを指導することになったというオチまであります。今では笑える思い出ですね。こてっちゃんにもそんな話があるのかな、ないかなって聞いてます。初恋のね、話はありますか？初恋はありますよね、皆さんね。保育園の時でしたね、僕。やっぱり。保育園、はい、先生、園長先生じゃなくて。保育園の時にやっぱり、ちょっとあの、うん、ハーフの女の子がいて、ファーストキスもその子ですね。え、本当、
幼稚園で、はい、いや保育園、あ保育園で、保育園ファーストキス、保育園だからね、はい、でも覚えてますやっぱり、はい、本当、はい、だそうですおませだよね混ぜちゃった、ね、ね、うん、だんだんそういう風になってくるのかね、なると思いますよ、あ年齢が若いからね、俺らの頃は、うん、やっぱり小学校とか、はい、ね、中学校とかっていうですね、うんうんうん、リクエスト、こてっちゃん、はい、bring it home to me、はい、stand by me、うん、だけど何でも OK、うん、かなおさん、ダイナマイト、だけど何でも OK、はい、PS、こてっちゃん、はい、今個人的には新生活が始まってアップアップしてるけど、はいはい、なんとか6月には会えるように頑張ります、わかりました、ありがとうございます、6月行くんですよ、ね、あそうです、博多にね、あそうなんだ、はい、そこそこそこ、よくね、旅多いですよね、旅多いですね、慣れてるでしょ、はい、旅、そうですね、だんだん慣れてきて、あの荷物がだんだんちっちゃくなってきますね、ああなるほどね、はい、なるほど、最初はね結構あの大荷物になるんだけど、慣れがあるんだろうね、なりますね、だから途中で洗濯したりとか、あとはまあ一回家に送って、家からこう、うん、家の人に送ってもらったりとかね、そういうこともあるし、はい、なるほどね、うん、じゃあどうしましょうか、今日名前ブリングトンホームやる、やってみる、やるね、ね、せっかく、じゃあやりたくないけど、ね、やりましょう、リさん6月来てくれるからね、しょうがないから、しょうがないから、強気にいかないと、そう、ね、そんな何でもかんでも ね、 ねやるわけじゃない、やりますよ喜んで、どれぐらいでやりますか、全部どういう、ミキさんどれぐらいのテンポでやります、あ聞こえないか、じゃあ孫さんの感じでやってください、こんなブリッドもやったことない、これ進行いいでしょ、いいじゃん、ね、いい、俺が作ったんだマジでさすが高橋誠さん、もう何でもやんないと思うよこれこんな疑ったことないですよこの感じで、いやでもすごいよね、かっこいい、でもかっこいいね、ね、よかった、うん、すごいかっこいい、なんかほらここってあの生でそう、もう急にやったりしますんで、はい、あのでもその生の感じの中でね、はい、こう気持ちがこう一つになるとか、その雰囲気が出るとか、まあ、まあレコーディングとまた違ったね、そうですね、うん、テイクになるわけですよね、うん、それは結構一発ですよね、すごい、
すごいハイトーンだよね声、うん、そんなことないですけど、ね、本当ね C だよね、高いよね、うん、C で歌うと、ね、だんだんねでも高くなってったんですよね、うん、それこそそのピアノのヤンシーと一緒にデュオを始めて、これ20年ぐらいやってるんですけども、もともと決まってるキーをヤンシーが忘れてて、やっぱ C とかでやるようになってて、本番だから止まるわけにいかないじゃないですか、それでだんだん声が出るなって、あそう本当へえ、高くなっちゃったんです。だ声だけ聞いてると黒人のおばちゃんみたいだってよく言われたりとかね。なるほどね。ひどい人になるとライブでこう下向いて聞いてる人よね。ギャップがひどい、ひどいとか言われて。お前のよっぽどひどいよって言ってる。だって女性の声かもしれない。そう、ああ、そうかもね。声高い。すごいね。確かにね。だから、その個性というか声って、はい、あのそれぞれのね持って生まれたものだから。そうですね。もうその個性、すごい個性的。だよね、これはね。そうですね。ははじゃあね、はい、早速今のね、ヤンシー、はいはい、あの、こてつ&ヤンシーの CD の中からね、そうですね。これはいつ頃の CD になりましたか。これはあの、昨年の10月に出した。あ、10月。はい、はい、はい。出した、Here Come the Band っていうタイトルの、はい、僕らにとっては4枚目のアルバムなんですけど、はいはい、はい。だから9年ぶりなんですね。実は3枚目からこの4枚目の間が9年経って出たんですが、うんうんうん、普段はまあピアノとハーモニカ、うん、お互いにボーカル取るんで、うん、デュオでやってるんですが、今回のアルバムは11人編成かな、本セクションと、ドラム、ベース、ギター、そしてコーラス3人っていう感じで、うん、はいはい、でも本当みんなが知ってるような曲を僕らなりにちょっとアレンジしてやりましたっていう感じなんです。でタイトルが Here Come the Band っていうね、うん、のバンドスタイルですよって。で今日はかけたいのが、うん、僕やっぱりあのサム・クックがやっぱり好きなので、はいはいはい、そのサム・クックの曲をカバーさせてもらう。今もね、Bring It はもうサム・クックですけども、うん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 、その中の You Send Me、You send me,、はい、you send me, send me.、はい、これをなんか、あの、そう、あの結構、自分で言うのはあれですけど、なんか日本人っぽいっていうか、あー、なるほどね。うん、よかったなと思って。あ、逆にね。はい、日本人の僕らがやってる、うん、ソウルミュージックみたいな感じになったので、すごく嬉しかったなっていう感じなんです。なので、ちょっとこれを、それをじゃあ聞いてみましょうか。聞いてもらいたいなと思います。You send me.Send me
infatuation. But ooh, it lasted so long. Now I'm finding myself wanting to marry you and take you ですかね、この曲ね、どうでしょう、嬉しいです。すごいね、やっぱ本がこんだけ入ると気持ちがいいよね。気持ちいいですよ、本当に、はい、本当に、はい、なんかね、うん、なんかもっと久しぶりにね、気持ちがいいなと。嬉しいね、うん、いやすごいよね。これどういうか、先ほどもね、はいはい、ちょっと紹介していただきましたけどもですね、はい、割と若手の方がいらっしゃる、あれですか、ね、すごい、はい、ね、成熟した、うんうん、音の割に。そうですね、音は成熟してるんですけど、年は割と若いですね、僕より下の。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。と思いますし。はあ、これはなんかでも すごいよね、そういう方たちがね、うん、はい、やられてるってことは。ファックスなんか来てますでしょ。ファックス、メール、メールメール、メール、ちょっとじゃあ松下さんが、あ、私、うん、はい、加納さん、誠さん、としみさん、スタッフの皆様、はい、キキさん、はい、ゲストの小鉄さん、こんにちは、はい、こんにちは、気温の変化が激しく皆様体調は大丈夫でしょうか、はい、本日はゲストの小鉄さんのハーモニカとともに、はい、熱い歌声お願いいたします、うん、はい、リクエストは何でも OK です。よろしくお願いいたします、はい、追伸19日のフライデーライブ最高でした。皆様に励まされ元気になります。久しぶりにドキドキした清水佳代子です。清水さんだ。あ、清水佳代子さん、清水さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。プレゼントもたくさんいた、逆だよ ね俺これプレゼントしてもらった。俺もプレゼントもらった。私もいただいた、うん、ありがとうございます ね、うん、ね、こっちがプレゼントお祝いし、ね、本当はね、しないといけないのに、ちょっとやっぱ大変な事故に遭われて、はい、大変だったのよ。もう奇跡的に助かったって感じですね。そうなんですね、うん、だからアバラム3本とかこうバッて折れて足、もう大変だったんだけど、はい、だステージ、日本でね、ちょっとハグをして、はいはい、ハグをしてちょっとハグをしたんだけども、はい、アバラが折れてるのそうそうそう、から危ないですね。ギュッてできないわけよ、はい、ちょっと残念でしたけど残念、いや何の話してんだみたいな。でもね、そうやってラジオもね聞いていただいて、うん、はい、日に日に元気に なられて ね、最高ですね、うん、もう全然 ね、 ね、もうすごく元気な感じで、なんか逆に、うん、そういう辛いことを乗り越えた顔になってたっていう、あ、なるほど、すっきり、うん、なんていうか、そういう辛いことってあるけど、その時は大変だろうけども、それを超えた時の顔ってあるじゃん、うん、ありますね、そういう顔って分かるよね、うん、なんかそういう気がしたんですよね、うん、はい、でも19日のね、チェキラーと一緒にね、はい、話してもらって、おかげさまで ね、うん、ね、俺たちだけだったら10人ぐらいなのにさ満員御礼になっちゃったよ、超満員、超満員、60人ぐらいいた、そうそう、約60人、うん、あ、 そう、あそこでもそのくらいでしょ、うん、でもね、いっぱい、でも本当にね、蓮見さん弾けるところの王子様だから、王子様だからね、王子ってかね、ペンライトって言わないんだっけ、ペンライト、ねえ、掛け声がかねすごかった、うん、ペンライトと思って、俺あんな思いしたことあんまりないからさ、うん、王子ってね、すごい世界で、あのね、プリンスですよ、プリンス、プリンスね、うん、王子とか、ハーモニカ王子とか言わない、あ、絶対ないですよもう笑ってますけど、ほど遠いでしょいやいや
これ一発だ小僧みたいな生意気なやつにしかもう言われたことないんです。昔からでもあんまり変わってなくない？基本的に変わってない、ね、変わってないね、うん、おそらく俺もそう思う。基本的には変わってないです。多分なんかね、あの幼稚園児さっきの、はい、保育園の時からその感じじゃない？あんまり変わってないです ね、なんかそんな感じがするよく言われますもん、あの親戚の子供似てるとか、ね、赤ちゃん似てるとかね、顔丸いだけじゃないかっていう。かわいらしい、ねということなんですけども、うん、どうしようか、生で行きますか。あ、そうですね、なんか俺やるね、加納さんぜひなんかやる、うん、なんかやろうか。リクエストは今日は、あ、さっきなんかミキさんはダイナマイトって来てましたよ。本当、ね、ダイナマイトは、ね、ダイナマイトだけど何でも OK なの。やったよね、OK、先週じゃないか、先週やってない、先週はやってやってない。ダイナマイトってマイナーなね、うん、なんか、うん、マイナーな曲、うん、先週は品だマイナーな曲メジャーじゃない、メジャーマイ、ちょっとやってみるじゃん、ダイナマイト、うん、ね、聞いてます心はパラダイス、ダウンタウン
ということで、ミキさんの博多のミキさんのリクエストでお届けしましたけど、ということで、ね、歌の途中でね、はい、お客様皆さんご紹介ください。はい、まあ、これがね、金尾城の音楽魂。すごいですよ。収録中にね、すいません呼んじゃって。このライブによく来られてる山田さんです。山田さん。山田さんですか。山田さん、ここにいるんですよね。あ、え？このあまり。あ、これは今撮っちゃった。これは大きな声で、あ、この上ので撮っちゃってます、これ。ね、はい、上の某ビル、某某某某某お昼休みですもんね。そうそうそう、お昼休みだから某とか言わなくてもいいですけど、ここのね、あのすごいですね、富士通のビルですからね。あ、そうでしたか。はい、そうなんですよね。昨日、ま、昨日お二方ともライブに来られてて、あ、そうなんですか。この話になって、そうなんですか。だいぶ前から、ね、そうなんですか。ライブで知り合った感じですよね。そうなんですよ。あ、じゃあ小手ちゃんつながりでっていうことで、北海道の方、北海道と、山田さんは茅ヶ崎、茅ヶ崎、茅ヶ崎、あ、リエリー金平、ああそうなんですか。みんな繋がってます。リエリー金平は僕のあの同郷と近い福岡の田川、僕は能形っていうね、小さな町があって、筑豊、はいはい、デルタ地帯っていうのがある。能形、はいはい、飯塚田川っていうの。ああ、はい、飯塚ね、うん、はい、そういうね、あのところでしたね、はいはい、工事もあっち、下、うん、下、うん、あとあっちですよね。そう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 、工事大内、工事も知ってますよ、ね、まだライトに大内って言ってる時から知ってますからね。ああ、そうなんだ、あ、そうなんだ、はい、へえ。最初ライトに大内だったんですよ、彼は。ライトニーホップキンスのね、あの超コピー、あれね、そうなんです。あれも、あの、リーちゃんもそうだけども、はい、工場うちもね、はい、やっぱ個性的でね。そうですね。で、この番組にもね、何回か、あの、ね、両方とも来てますけどね。あの、YouTube で見ました。はい。いい感じですよね、あの、いや、もう、ね、いないですよね、ああいう人は。そう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 。うん、本当に。うん。みんな個性的で。で、リーちゃんが、リーちゃんと、あの、番組出た時は、はい、筑豊弁で話しますから。ね。彼女はそれで喋った方がいいんですよ。そうそう。ああ。だから、りーちゃん、ちょっと方言で喋ろうよって言ったら、はい、いや、あの、標準語やったらですね、はい、あの、喋れんとですよね。生れんとですよねって、もう、しっかり生とろうわ、もう。貴様に。しきれんとか言いますよね。しきれん。そうそう。スカーンとか言われましたけどね。りーちゃんかっこいいもんね。あれがシカゴ行ってね。そうですよ。だってシカゴのもうヨボヨボじいさんたちとブルースメンとやってんのもん。やってますからね。じいさんヨボヨボじゃ失礼しました。そんなすごい人たち、すごい人たちとね、渡り合って、うん、はい、素晴らしいと思う。だからやっぱこの音楽魂っていうね、はい、あの、もう早いものでもう8年、もう4年、もうそんなにやりましたね。9年、イエーイ。やっぱりね、これがね、あの、僕のわがままを聞いてくれる山田さんのおかげです、ね、山田さん。もうろくなこと言ってないからすぐクレームくるんですよ。あ、本当ですか。あの、クレームきます。うわ、もうきますよ。もうそれで山田さん止めてもらってんだから。へ、うん、でも僕はね、はい、あの、それ自由にやらせてもらって。そうですよ、生放送はやっぱ一番いいですよ。収録だとやり直しが効くじゃない。そうですね。うん、生放送はね、あの、本当に面白いですね、うん、やり直し聞かないですからね。そうそう、ね、うん、まあ、びっくりしましたね、この、ね、あの、いや面白いです ね、この建物の中で ね、なんか人のつながりがここでね、毎週来てください。お昼休み。事務所はここじゃないんですよ。今日は打ち合わせっていう名の。あ、そうなんですね。打ち合わせをつけてきたんでしょ。だからこれがあるから。打ち合わせというこ、あ、ね、口実で、あの、うん、ありがとうございます。面白い。、うん、ということでね、あの、今日は、小鉄さん、はい、ハーモニカ奏者の小鉄さんですけどもですね、はい、ハーモニカを始めたきっかけというのは何かあるんですか。きっかけはですね、RC サクセーションなんです、うんうんうん、小学校の時に、あの、RC サクセーション好きになって。小学校、小学校の時もうクスクスだよ。でももうその時はもう、まあまあ、RC サクセーション好きになって、で東京僕住んでるんで、住んでたので、ちょうどもう12月は武道館、夏は日比谷野音っていうの行ってたんです。で当時はあの、まあね、あの、ウォークマンが流行ってましたんで、うんうん、録音用ウォークマンを持って、カバンの中に入れて、バッて会場入って、うん、で、ライブを
勝手に撮ってたわけですよ。でそれを聞いて楽しんでたんですけど、うん、ある時、うん、その会場入りした時のその BGM、うん、流れてる音楽がかっこいいなっていうことを気づいたわけですよ、僕は。あのおそらくやっぱり R&B が好きだったんでね、あの清志郎さんもね。そうなんです、うんうんうん、でそれを聞いたら、うん、でそれを今度あのレコーダーに持ってて、うん、これ何ですかっていう聞かせたら、はいはい、もういろんな要するにブルースからソウルからいろんな人の曲、うんうんうん、でそれでそっちの方が好きになっちゃったんですよ、 RC よりも。それまで日本のロック好きだったんだけど、うんうん、だんだんそういう風に深くなっていっちゃって、で清志郎さんもハーモニカ吹くので。あ、そうなの。はい、ほうほうほう、そうなんです。それでハーモニカ深くなっていったっていう、うん、はあ、はい、なるほどね、はい、そうなんです。いろんな出会いがねそれであったのね、はい、だからそれから基本的にだからその始めたのが17歳の時なんですよ、ハーモニカ。はい、基本的にだから変わってないですね、思考とかも。うん、今ね46ですけども、ず46、そんな若いんだ。いや、 いや結構年ですけどね。なんだお前みたいな。カナオさんだって62でしょ。そう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 、俺とのまこちゃん62歳。マコさん62ってのはびっくりしましたよ俺。もう今からですよ。すもう本当に、うん、ね、26って言ってんだから。業界だからみたいな、逆に言えみたいな。そうそうそう、ちょっと違う。そうなんです。ある C からこういう音楽聴くようになって、そうするとやっぱりあの全部繋がってくるんですよ。ローリングストーンズ、うん、あーそうかもね、ブルース、そっ、ね、からゴスペルとかファンク、うんうんうん、ソウル、ジャズ、うん、で全部なんかつながるじゃないですか、うんうんうん、でそういう感じでいろんなジャンルを聴くようになってって、うん、だから人のつながりもそうですよね。だからこういうなんか、うん、確かにね、つながりも全部、うんうんうん、なるほどね、はい。まあでも自分のオリジナルとかもありますよね。オリジナル、まあ、ほとんどないんですけど、うん、まあ向こうの曲調に日本語乗っけたりとかそういうのもあったりとかしますけどね。はい、はい、なるほどね、うん、まあ今日生演奏でなんかやりましょうか、うん、よかったらですね、じゃあこれやりましょう。やりますか、うん、じゃあねこれはもう古いブルースのスタイルに、うん、なんていうんですかね、やっぱりブルース調の曲って日本だとやっぱりこう木村敦さんとか有歌壇とかちょっとこう、うんうんうん、関西弁な感じがあるじゃないですか、うんうん、でも僕東京なので、うん、ああいう風にはできないのに、なんかああいう感じできないかななんて思って、うんうん、歌詞をつけたやつをじゃあやりたいと思います。ほうほう。 I want you by my side っていうのをじゃあ I want you by my side、 まこさんと二人でやりたいと思います、うん、C です。 1, 2, 1, 2.
いいじゃないですか。いいね。あなたの。そうそうそう、ね、昭和な感じですよね。完全に。ね、いやでもね、すごくね素敵ですよね、なんかね。これね、女の子結構やるカバーする子が多くて、ウクレレとかでやったりね。あ、本当。可愛いですよ、そういうのは。あ、可愛いかもね。あ、そう、あなたの歌をカバーしてくれる。そう、これを、それこそウクレレでね、ジャグバンド、うんうん、森さんがね、うんうん、この間森さん、はいはいはい、ジャグバンド界隈の人とかやったりとかしての多いですね。歌い継がれてるの、これすごいね。何人かやってる人いました。本当、はい、へえ、それはすごいんじゃないですかね。なんか嬉しいですよね。だからね、うん、僕もね、なんかそのカバーしてくれてる曲があって、はいはい、そういうのと嬉しい。アミタメとかね、もちろん知ってますよ。なんかね、はい、その曲僕やりました、そういえば。え、アミタメさんとカノさんの曲やりました、そういえば。嘘、本当に。俺に断りもなく、うん、言わなきゃよかった。やりました、やりました。そうなんだ。アミタメさんは年に1回必ず僕ライブやってて、忘年会ライブってやってて、はい、その時やりました。あ、そうですか。カノさんの曲、本当。多分これの中で立ってたね。多分これだと思う。ははー、そうなんだ。それ嬉しいですね。やったやったやった。うん、もう一曲やってくれって言われたんで。じゃあ俺これやります。俺やろうか。うん、ね、そうですよ。これやる。オリジナルの人とやっとかないと。オリジナル。あ、そうなんだ。びっくりした。この間、今度は阿弥陀さん言いました。オリジナルの人とやったって。そう、ちょっとチューニングしようかな。松井さん、なんかないですか。え、リクエストとか。リクエストはないですけど、あ、告知はいいんですか。あ、告知。ライブは、ライブ告知、ね、マジカライブは、うん、明後日。そうですね、ゴデさんのね、ライブ告知は、僕はあれなんですよ、明日、明後日か、うん、明後日23日、23日、そう、明後日僕誕生日なんですよ。あら、おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。それで誕生日ライブっていうのを、うん、高円寺のジロ吉っていうところで、あ、ジロ吉、はい、で僕と同じ誕生日の、ボーカルの上近真理っていうのがいまして、真理ちゃん、うんうん、知ってますよね、真子さんね、うん、で上近真理と同じ誕生日なんで、うん、合同バースデーライブやろうっていうことで、はい、高円寺のジロ吉、ね、これが、23日、23日、23日バースデーライブ、はい、バースデーライブやります。高円寺ジロ吉ですね。ぜひぜひお楽しみいただきたいと思います。はい、はい、ということで最後にね、じゃあ、風の中で立ってもちょっと、はい、やってみますか、はい、父親の思い出の歌ですね、はい、いつも通りさこの街じゃ冷たい風が吹いていた。生まれたところもいつの日か知らない街になっていた。ときめきはいつでも目の前に消えるもの、悲しみはいつしか通り過ぎるもの、出会いはいつでも偶然で風の中。
酒。時が切なくても三年経ったら戻ってこいよと残念ながら時間になってしまいました。小鉄さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。高橋真子さんありがとうございました。松井さんありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。Oh